俺だな。変顔、悲しんで、はい、ポーズ。悲しんで、うまく取れたぜ。負ける気しないよ。春日さん、どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？心も体もバッチグーよ。春日、どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？Mmm.
今なら何でもできそうです。カスナス、どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？こちらの試験でよろしいですか？カスナさん、お待ち。どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？こちらの
今なら春日さん、どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？今なら何でも春日さん、どの試験を受けますか？こちらのどの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？今なら何でもできそうです。春日さん、どの試験を受けますか？こちらのHa
こちらの試験でよろしく。調子いいね。やあ。頑張れ、イカリ。好きです、ローラさん。その、お付き合いしてください。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 推しが強すぎるよ。何度も言いすぎだろう。ごめんなさい。でも気持ちはすごく嬉しいです。やっぱりイカリさんみたいに好きな気持ちはちゃんと伝えなきゃダメですね。勇気をもらいました。ありがとう、イカリさん。はい。私もちゃんと自分に向き合わないと。そして言葉に出さなきゃ。ローラちゃん？ん？春日さん、好きです。私。公私混同しちゃいけないって言い聞かせて、なんとか自分の気持ちを抑えてきたんです。でもイカリさんは真剣な思いを伝えてくれてるのに、こんな風に自分を抑え続けるのは不誠実なんじゃないかって。もしかしたらちゃんと自分の思いを好きな人に伝えることをイカリさんも望んでるんじゃないかって、そう思って。全然望んでいないんだけど。ちょっと待ってよ、ローラちゃん。なんで俺なんかを？私実は頭が良くて頑張り屋さんな男の人が好きなんです。
だから資格学校の受付を始めたくらいでして、今までにも何人か生徒さんとそのいい関係になったりしてきたんです。ローラちゃんは精神で充血だと思っていたのに。次は誰にしよっかなって思ってた時に目に入ったのが春日さんでした。春日さんはかっこいいし、生徒さんの中でも特に頭がいいし、頑張ってるので素敵だなってずっと目をつけていたんですよ。資格だったら僕の方が持ってるじゃないか。僕も頑張ってるよ。僕はダメなの？イカリさんはタイプじゃないので。あと社内恋愛はコンプライアンスとかハラスメントとかめんどくさいじゃないですか。春日さん好きです。その私じゃダメですか？いや、ダメっていうか、ローラちゃんは素敵だし、俺にはもったいないくらいの人だと思うけど。春日の裏切り者！あ、イカリ、ちょっと待って！春日さん、ローラちゃん、待って。気持ちは嬉しいけど、俺には好きな人が。大丈夫、私愛人検定一級の資格を持っていますので、本命さんと両立可能です。なんだそのライセンスは。大海原へレッツダイブ。あにゃー。さすが春日さん、なかなかのライセンスアップリでしたよ。ローラ検定3級をあげますね。そいつはどうも。次は2級を目指して頑張ってください。じゃあこれからもよろしくお願いしますね。ふう、なんかすんごい子だったな。人は見かけによらないもんだな。カスカー！ん？わわわわ！イカリ！マジですまん！落ち着けってな！許すマジ！マシンが蹴って取っておいてよかったよ。出てカスガさん、どの試験を受けますか？ではまた。
Aloha! Enjoying yourself? Eyes on me! Don't look away now. This is on the house. Let's enjoy ourselves. See you next time. Come see me again. Thank you very much.
あいつ助けてやった方が良さそうじゃね。Really pissing me off。さあ、行きますか。やめてくれ。はいはい、お願いします。デリバリーよろしく。駒木流の真実見せてやろう。はっ、まだまだ元気じゃよ。よし、やるぜ。いつでもどうぞ。こいつで決まりだ。よみがえれ。戦士よ。危ないところでした。Use her!
戦力でかまっ、蘇れ戦士よ、根性見せてやる。手を打たねば。いつでもどうぞ。それは俺だ。そこ動くんじゃねえぞ。無理は禁物か。いつでもね。プレゼントだ。よし、やるぜ。さてと。受けてみな。命を大事に。これで。ありがとうございます。任せといて。参ります。はぁ、おいよ、行くか。黙らせてやる。ダッチダッチカットへ。おいよ、ついてこれますかね。かわせますかね。苦しむがいい。全力でいくよ。一斉かすで、やっちまうか。俺の番だ。おじけづきましたか。ガツンといくぜ。あれ、おいのけよ。攻めますよ。一緒にやる。なあ、クレイズビー。かかってみな。任せといて。せーかすぜ。よし、やるぜ。私も。それは俺だ。Give me your best shot。 ズリア。Here's your ticket to hell! ついてこれますかね。やるか。全力で行くよ。覚悟。あれ？攻めますよ。行くか。やっちまうか。任せといて。よし、やるぜ。受けてみな。何？ついてこれますかね。かすね。全力で行くよ。覚悟。とっておきだよ。ちょっと休憩。ありがとうよ。ありがとう。俺の番だ。そいつか。覚悟。ご苦労さ。どうぞ。敵なし。だな。あれは何でしょう。見に行ってみませんか。戦いならまだ。Really pissing me off。 準備はできてるぜ。アロハ、ルーザーズ。いつでもどう。隙だらけだ。うっとわっ。Come on。 攻めますよ。
私も。任せといて。よし。援護します。ぶちかます。承知か。攻める気だ。いいところに。ついてこれますかね。全力で行くよ。行くぜ。覚悟。やっ。はっ。お似合いよ。ガンガン行くぜ。一緒にやる。回復だ。攻めますよ。よし、戻った。任せといて。ほら来い。やっちまった。何？よし。いい調子だぜ。行きますよ。低下すぜ。全力で行くよ。やっちまうか。もうダメだ。よし、やるぜ。もうじき着きましたか。ガッオーバーマッソ。いつでもどうぞ。苦し調子が出ません。私も任せといて。いいところに。俺の番だ。お手並み拝見。カロワーズ、これでセイクレイ。全力で行くよ。うさ、いつでもいいぜ。え？なんしろか。かかってきな。次はやるのか。やるぜ。援護します。おらつ。回復だ。行くか。相手してあげる。いいところに。任せといて。お手並み。援護します。よっ。この調子。よし。誰か。おい、うん、おいしい。
おいしい。うん、おいしい。さあ、先に進みましょう。うん。Don't think you're special. さあ、片付けましょうか。攻めますよ。よし。これどうぞ。俺の番だ。ついてこれますかね。一緒にやる。せいや、私の出番ね。好きだらけですよ。この調子だぜ。おお、調子だぜ。いい調子だぜ。まだまだやれるぜ。ホールダーホールダー I'll help you rush。 片付けましょうか。ついてこれますかね。よし。うさ。はっ。はっ。よし、やるぜ。はっ。おお。すごい。やるのね。いか。攻めますよ。相手してあげる。私の出番ね。せい。俺の番だ。コツつかめたんじゃねえか。さらにお役に立ちましょう。いっぱいやりたい気分だぜ。準備はできてるぜ。攻めますよ。すごい。とっとと終わらせる。終わらせる。
Hi, Larry Murray has been. Hi, hi, お願いします。デリバリー。よろしく。俺がポケスーパイサーだ。頼むぜ。おじてスイッチ。思い通りにはいかねえな。動くんじゃねえぞ。相手してついてこれますかね。来ねえのか。火の打ちの、いい調子だぜ。休憩ってのもありだぜ。Your face pisses me off. You're gonna regret this. やるしかないか。私の番です。終わらせる。よそ。よし。さあ、先に進みましょう。なんかいいもんがありそうだぜ。悪くない。What you looking at? I'll sue you! さあ、やりますか。行きますよ。ふん、ごめん。私も。私の出番ね。おじけづきましたか。覚悟。お似合いよ。俺の番だ。 You better focus。 ガツンと行くぜ。朝かわりよ。はい。お行くか。援護します。オラよ。いつ攻めますよ。一緒にやる。また強くなった。よし。まだまだいけますよ。
良さげなもの発見。腰が張るぜ。助けを求めてる奴がいるぞ。手を貸す。シャラニア。戦闘準備完了。行きますよ。任せといて。お手並み拝見。やんのかい。終わらせる。やるぜ。カバー。何？来ない。こいつで決まりだ。俺の。止まんねえ。無理は禁物か。いつでもいいぜ。シャドウさんは関係だな。カメン。回復です。ありがとうよ。これ呼んでかも。俺の番だ。カメン。おじけづきましたか。こいつだ。行くぜ。はい、バリバリヘルプマン。はいはい、お願いします。デリバリーよろしく。ほな、プレイ開始や。待ってました。攻めますよ。ちょっと待って。ぶちかます。いいところに。はっ。じゃあ回復だ。オンギュー。いってえな。用这个准没错。手を打たねば。よし。カバー。すっきりした。全力で行くよ。上出来ね。ガンガン行くぜ。援護します。いつでもどう。おねんねの時間や。また指名するからよ。止まんねえ。よし、戻った。無茶できねえぞ。ズリア。一息つきたい。やるか。ぶちかます。全力でかます。よみがえれ。戦死よ。次は抜かりなく。とっとと終わらせる。
よそ。さ、先に進みましょう。悪くないかも。おいしい。うん、いけるじゃねえの。いいね。片付けましょうか。行きますよ。来ねえのか。やるか。よし、やっちまうか。よし、かかってきな。相手してあげる。I'ma put the hurt on you.何？来ない。エスカラおじけづきましたか。いつでもどうぞ。コンゲッソ。さてさてと、みんな、おう、俺たちの絆見せてやる。気のせい。攻める気だ。来ない。援護します。これでついてくれますかね。やるか。一緒にやる。全力で行くよ。いいところに。Take this。サムエ、調子でねえな。そいつか。回復だ。かかってきな。攻めますよ。私も。任せて。援護します。やるか。やりにくいぜ。一緒にやる。いつでもどうぞ。きついな。私も。どうせもまだ若いね。I'll kick you down a notch. 片付けましょうか。行きますよ。My head's killing me. 私の出番ね。これどうぞ。おじけづきましたか。やるぜ。くらいな。行くか。ゼリア。ダッド。ダッド。カットイン。
だぜ。戦闘準備完了。私の番です。一緒にやる。いつでもいいぜ。くれ。よし、参ります。私の出番ね。あれは何でしょう。見に行ってみませんか。Take your life! わかってきやがれ。攻めますよ。シャー！ My head's killing me. はっ！ダーリャ！全力で行くよ。おじけづきました。へい！
やるか？かかってきな。ふん。うう。そう、な。行くか。いいところに。やっちまうか。だ。ふん。そう。一人よ。えぜけ。いい調子だぜ。体のキレがいいです。あれは何でしょう。見に行ってみませんか。良さげなもの発見。これ読んどけ。Any last words? 片付けましょうか。私の番です。私の出番ね。お手並み、あいつでもいいぜ。はっ！俺の番だ！何が痛い？来ないの？I'm gonna put the hurt on you! こいつ。ほな、プレイ開始や。頼むぜ！やんのかい？ What the hell are you up to? 行くか。隙だらけですよ。いつでもどうぞ。私も。I'm gonna put the hurt on you. Yeah. 行きますよ。全力で行くよ。いいところに。よし、やるぜ。さあ、援護します。これだ。鍛錬の成果です。戦闘準備完了。私の番です。何？来ない？そら！全力で行くよ。せいや！俺の番だ。援護します。いいところに。回復だ。Come on! Break it! You're dead! 次は俺だ。Come on! お預けします。Give me your best shot! 行くぜ。黙らせてやる！攻めますよ。ちょら！ちょっ！任せといて。援護します。これで。よし。一緒にやる。ついてこれますかね。
いつ助けてやった方がよ。You'll regret this. 戦闘準備完了。行きますよ。全力で行くよ。参ります。相手してあげる。俺の番だ。ガツンと行くぜ。やりにくいぜ。ズリア！調子が出ません。やるか。気が抜けないな。そいつか。やるか。やっ。調子出ねえな。そいつか。はい。これで。やる。やりづらいですね。来ない。いつでも倒せますかね。苦しむがいい。ミスったらごめんね。はあ、受けてみな。ぶっ飛べ。俺、回復だ。何？来ない。思い通りにはいかねえな。黙らせてやる。ガッガッティガッカットレア。調子が出ません。来ねえのか。やるか。さてと。私も一緒にやる。気が抜けないな。いいところに。調子出ねえな。私も。これで。やる。よし、ついてこれますかね。一緒にやる。回復だ。やりにくいぜ。任せといて。覚悟。上出来です。よし、やるぜ。いつでもどうぞ。ガツンと行くぜ。アサクラリーグ。どうする？火の打ち所もいい調子だぜ。さあ、先に進みましょう。開けてみるか。開いたぜ。Don't get smart with me. さあ、行きますか。攻めますよ。
全力でいくよ。終わらせる。また成長しちゃ、吸収が早いね。これが俺の真骨頂よ。この辺りは安全そうですね。傷を癒すには最適そうです。マジか。
思い通りにはいかねえな。いつでもいいぜ。逃がしゃしねえよ。何？おしまいです。手を打たねば。回復ですね。ありがとう。全力でいくよ。終わらせる。いつでもだ。調子出ねえな。こいつだ。ホーム執行妨害でショッピータル。やりづらいですね。全力で行くよ。危ないところでした。
相手してあげる。クソ、隙だらけですよ。何？来ない。どうして背中に入ってくれるかかってみよう。サムリー、思い通りにはいかねえな。おじけづきましたか。黙らせてやる。ダリア、とっとと終わらせる。覚悟、とっておきだよ。よっと。ありがとうよ。ありがとうございます。さっきもとてもお手並み拝見。はい、かかってきな。相手してあげる。さて、お待たせしました。頼むぜ。ありがとう。ありがとう。私の番。来ない。かかってきな。やめない。さてと。かわせますかね。仕留める。任せといて。俺の番だ。ガツンと行くぜ。朝からよ。行きますよ。よし、戻った。攻める気だ。ここ動くんじゃねえぞ。全力で行くよ。好きなんですよ。やっちまうか。やっ、うっ、よし、やるぜ。私も。また呼んでくれよな。また指名するからよ。攻めますよ。一緒にやる。せい、よいしょ。回復してかねえと。相手してないよ。ずりゃ。カットイン。
任せといて。とっておきだよ。ちょっと休憩。ありがとうございます。ついてこれますかね。私も。俺の番だ。そいつか。いつでもどうぞ。ダメですね。全力で行くよ。やるか。おしまいです。調子が出ません。何来ない。低下すね。よし、やるぜ。援護します。一緒にやる。行くか。いいところに。任せといて。そいつか。いつでもどうぞ。ダメですね。やりづらいですね。私も一緒にやる。俺の番だ。おしまいです。調子が出ません。私も。よし、やるか。やるしかねえか。次は俺だ。援護します。黙らせてやる。こっち来るな。かかってくる。受けてみな。行くぜ。アタック。自分で投げして。治りましたね。いつでもどうぞ。攻めますよ。どうして。そこだ。全力で行くよ。覚悟。とっておきだよ。よっと。ありがとよ。ありがとよ。俺の番だ。行くぜ、みんな。おう。俺。嘘、調子が出てきたな。まだまだ攻撃を。
まだまだいけますよ。お、おじさん、ご要望は？始めるよ。ここをこうして、なかこれでいい？ここ念入りに手入れしといたよ。始めるよ。はい、出来上がり。これでいい？じれったいな。始める。こんなところかな。じゃあね。おじさん、ご要望は？
これでいい？会心目です。始めるよ。年以降これでこんなところかな。始めるよ。はい、出来上がり。これでいい？こんなところかな。じゃあね。Really pissing me off. かかってきやがれ。攻めますよ。手貸すな。ガンガン行くぜ。そいつか。ご苦労さ。完
優勝なんじゃねえか。みんな、準備はいいか？うん、さっさと終わらせて、茜さんとらには安心させてやろうぜ。お、じゃあ行こうぜ。まだ島は見えねえな。ええ、ですが進路は間違っていないはずです。どうしてよ一番、らしくもなく浮かない顔しやがって。いや、ちょっと気になってたよ。何が？ネレ島の場所はブライスにとってトップシークレットのはずだ。でもそれにしちゃ簡単に情報が割れた気がしてよ。おっしゃいますね。人工衛星をハッキングした上に衛星写真の分析までを行うのはなかなか骨が折れましたよ。ああ、絶対に不可能ってわけじゃないかもしれねえが、そう簡単な方法じゃない。それでバレるリスクってのは本来相当低いんじゃねえか。そうなんだけどよ、相手があのブライスなのが引っかかったら、もしかすると、ブライスは島の場所が最悪漏れても構わねえ算段なんじゃねえか。え、はあ、それはどういう、なんだなんだありゃ。さっき言ってたのはこのことですか、春日さん。ああ、悪い予感が当たっちまった。どういうこと？ネレ島の場所がもしバレてもたどり着けないようになってるんじゃねえかってことだ。おい、こいつがそうだってのか。何にせよ、やつを沈めないと船がやられます。ああ、こんなとこで食われるわけにはいかねえ。来るぞ。化け物どうしろっつんだよ。どうするもこうするもやるしかねえ。とにかくあのでっかい頭ぶっ叩け。でもいいぜ。何？来ない。ぶちかます。よし。かかってきな。ガツンと行くぜ。受けてみな。全力で行くよ。次は俺だ。
黙らせてやる。よし、任せといて。せいや、ガンガン行くぜ。ほら来いよ、ガツンと行くぜ。受けてみた。わし、いつでもどうぞ。行くぜ。放電準備。ちょっと、こんなのに噛まれたらひとたまりもないわよ。確かに、守りを固めることも考えるべきかもしれませんね。来ねえのか。腰抜き野郎が。かかってきな。いつでも見て。あ、ありがとうよ。すっきりぶつかまっ。ほら、いくか。ビビってんのか。ずりゃ。俺の番だな。もらった。放電準備。任せといて。はあ、おりゃ。何、来ない。腰抜き野郎が。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。鍛錬の成果です。死ぬかと思った。ちょっと、覚悟はしてきたはずでしょ。いや、さすがに予想外すぎるって。こんな、まったくだ。世界は広いぜ。ネレトー侵入を試みる者は奴の胃の中に収まることになっていたのですね。さすがにブライスがあいつを手なずけて俺たちに仕向けたとは思えねえ。多分、何も考えずに島へ向かうと奴の縄張りに足踏み入れちまうんだと思うんだ。つまりネレトーに行くには本来島の場所ともう一つのキーが必要なんだ。カイロか。ああ、その二つがセットになってねえと島に行く前にくたばるトラップになってるんだ。島の場所はトラップに引っ掛けるためのむしろ蒔絵に近い。つまり我々はブライスにまんまとはめられたということで。けどそのトラップを今まさに力技でこじ開けたところでしょ。そういうことだ。さあ、改めて出発しようぜ。お、みんな、ついに来たな。ええ。波止場が見えるが、なるべく目立つのは避けてえな。ああ、
忍び込んで上陸できそうなところを探そう。その格好さ、暑くないの？これが俺らの勝負服よ。決めるべき時はこれって相場が決まってんのさ。まあルーティーンというやつです。お気になさらず。そういうこと。燃えてきたぜ。ほんと見てるだけで暑苦しいっての。まあ燃えてんのはこっちも同じだ。のどかなもんだな。観光に来たのかと勘違いしそうになるぜ。でもこの先にブライスがいる。ここが決戦の地だよ。俺たちの目的は3つ。一つはブライスをとっ捕まえて計画を中止させること、もう一つはこの島で進んでる核廃棄物処理計画の真相をつかむことだ。3つ？あと1つは何だよ。全員無事に帰ること、これが一番肝心だ。頼むぜ。春日さんらしいですね。早速来やがった。ああ、さあ行くぜみんな。さあ、行きますか。ぶちかます。一緒にやる。こいつで決まりだ。俺の最終奥義、ぶちかますぜ。およっ、俺の番だな。やんのかい。どうだ、しろよ。かさまらしいのは怪しいね。俺もまだ若いね。はあ、ねえ、春日、急ぐ気持ちはわかるがよ、少し慎重に進んだ方がいいんじゃないか。ああ、分かっちゃいるんだけどよ。ここが敵地であることをお忘れなく。それにここは敵にとって実に都合がいい。私が迎え撃つ側なら罠を仕掛けるか待ち伏せをするでしょうね。戦闘準備完了。任せといて。生活でガンガン行くね。相手してあげる。私も。セイク。俺の番だな。やっちまうか。
それは俺だ。低下すぜ。だ、おら。全力で行くよ。二人がかりだ。おら、ぶちかま。そいつか。はるわ。よし。一緒にやる。せせ。任せといて。やっちまうか。やっ。こんなの進めるのかよ。半順位の予想通りか。罠と待ち伏せの二段構えとはな。ネレ島に行った信者はここで生涯を全うするっていう話だったけどさ。ええ、正しくは島から逃げ出そうとする者は始末されるってことだろうな。このトラップ俺たちのためだけにこしらえたもんじゃねえだろう。あくまでブライス体制での話だけどね。無駄くそ悪い。トラップは獲物の不注意につけ込むよう配置するのがセオリーです。つまりよく見て通りゃ大丈夫ってこったな。気をつけてよ。開けてみるか。開いたぜ。お、
心も体もバッチグーよ。始末します。全力で行くよ。やっちまうか。ぶちかま。そいつか。やるか。何？次は俺だ。何？ついてこれますかね。任せといて。よし、勝利。よし、さらにお役に立ちましょう。吸収が早いのよね。攻めますよ。くれ。任せといて。これどうぞ。ガンガン行くぜ。I'm gonna feed you to the sharks。くれよ。どうぞ。いい調子だぜ。さあ、行きますか。ついてこれますかね。一緒にやる。任せといて。やるか。やっ、ぶちかま。そいつか。何？来ない。行くか。カロワン、攻めますよ。やるか。全力で行くよ。援護します。ガンガン行くぜ。相手してあげる。ついてこれますかね。そいつか。任せといて。ぶちかま。いいところに。
援護します。次は俺だ。手貸すぜ。パラライズ。攻めますよ。やるか。やっちまうか。鍛錬の成果です。開けてみるか。やったぜ。
いけますよ。Ready for this? さっさと始めようぜ。ついてこれますかね。低下せ。全力で行くよ。いつでもいいぜ。ガンガン行くぜ。さあ。いいところに。行くか。ずりゃ。こっち来ようら。ゴー。行くぜ。攻めますよ。そいつか。はっ。ぶちかます。お手並み拝見。いつでもどうぞ。ガツンと行くぜ。受けてみな。ご苦労さん。おれ。また強くなっちゃった。ようやく森からおさらばできるかい。止まれ。お怪我はありませんか、春日さん。助かったぜ、ハンジュンギ。ハンジュンギ。見せろ、腕やられたか。ご心配なく、地雷の小片がかすった程度です。すまねえ、俺が油断したせいで。トラップは獲物の不注意につけ込むよう配置するのがセオリー。そういった私がまんまと油断していました。これは私のミスです。お気になさらず。さあ、森を抜けたようです。先を急ぎましょう。どうしたの？おじさんたち何してるの？子供？この子も吐くってことなのか。おじさん、怪我してるの？大丈夫ですよ。あと、おじさんではなくお兄さんです。アンナ？何やってるの？アンナ、森に入っちゃダメって言ってるでしょ。お母さん。あなたたちは？あのおじさん怪我してるって。え？あ、さっき大きな音がしたけど何かあったんですか？春日、どう思う？芝居にはちょっと思えねえ。俺もだ。島の中でもブライスの息がかかってない人間がいるのか。その線はなくもねえと思う。あの、怪我をされているなら手当てしないと。どうぞこちらへ。先はまだ長え。ハンジュンギの手当てができるならしておきて。春日さん、中長期的に見て目の前のリスクを取った方が得って判断だよ。ああ、ただ何があるかわからねえ。注意していこう。おや、ヘレナ、その方々は？わからないんだけど、森で怪我をしたみたいで。それはいかんな。ほら、小屋を使いなさい。
治療用具一式あったはずだ。ありがとう。すんません、お世話になります。なに、か弱き者に救いの手を。ネレシンの教えに従っているまでです。ねえ、この人たち迷子なんだって。あの小屋だな、行こうぜ。ふう、ここなら一息つけそうだな。休めるときに休んでおこうぜ。今なら何でもできそうです。開けてみるか。開いたぜ。調子いいね。開けてみるか。やったぜ。よし、こんなもんだろう。すみません、ご面倒を。あんまり長居はしたくない。もう出るか。だな。ねえ、なんか焦げ臭くない？え？確かに。なんだ？おい、あれ！あ！あかねえ！はっ！何だって？それに、なんかやたら熱くない？くさ、開け！神聖な道に足を踏み入れる汚れた者たちよ、ネレシンの御心に従い、浄化の炎で清められんことを。リスクが勝っちまったか。ここで俺たちを焼き殺す気だ。くそ、開け。このままでは焼かれる前に窒息で全滅ですね。力貸してくれ。一斉の背で行くぞ。一斉の背。
一番前。愚かな。神は救済の機会を与えたのに。悪いな。神様にはあんたから謝っといてくれ。来るよ。ああ、汚れた者たちに救済を。 You gonna cry? マミーさん、片付けましょうか。ついてこれますかね。くれ。全力で行くよ。参ります。攻めますよ。やっちまうか。任せといて。終わらせる。ぶちかま。いつでもどうぞ。ついてこれますかね。やんのべ。かかってきな。相手してあげる。いつでもいいで。全力で行くよ。これどうぞ。ダメだわ。ガンガン行くで。私も一緒にやる。私も。低下すぜ。えい、おしまい。気が乗らない。やっちまうか。せい。こら、ぶちかま。調子だぜ。また成長しちゃった。なあブライス、あんたらの教祖様はどこにいる？あそこの修練場に向かわれた。お姿を見たのはそれが最後だ。ああ、ありゃ修練場だったのか。あれ目指して動いたのは正解だったな。貴様らが言ったところで浄化されるだけのこと。大きなお世話だよ。さ、行こうぜ。待って、一番。どうした、ちーちゃん。人探しはもう一人いるでしょ。ねえ、ウォントーの息子さんはどこ？じいちゃん。とぼけてもダメ。ここに軟禁してるってことは知ってるから。これ以上白を切ってさらに痛い目見たい？
わかった。あんたの言う通り、あの子はここにいる。よかった。ならご案内いただけます？寝ているだけだ。自由は与えてないが、丁重には扱ってる。そうじゃなかったらぶっ飛ばしてたよ。一度見たきりだけど、この子だよね。あ、間違いねえ。あんたらのボスとの用事を済ませたらまたここに来るからよ。それまでこの子をこれまで以上に丁重に扱っとけ。もしこの子に何かあれば、分かってんな。お手柄ですね、千歳さん。ですが、なんでご存知だったんですか？ううん、知らなかったよ。釜かけてみただけ。なんだ、そうだったのかよ。一応根拠はあったけどね。ウォンがああなった今、ブライスなら今後の頑丈のことを考えたはず。頑丈の後継者としてこの子はうってつけって思うんじゃない？前総帥の実の息子を総帥の座に置いて、その補佐役という名目で自分の部下をあてがう。なるほど、ブライスにとっちゃ理想的な傀儡政権だな。もしくはこの子自身を洗脳するつもりだったのかも。何せよブライスにとってこの子は利用価値が高いってやつじゃない。なら一旦どこかに軟禁しておくだろうし、ここはうってつけだろうなって思っただけ。なるほどな。この子には後で辛いことを伝えないといけないけどね。ああ、今俺らにやれることはブライスを止めることだ。少しでも早くね。だね。よし、行こうぜ。目指すは修練場だ。気合い入れていこうぜ。何よこれ。こいつら仲間同士で殺し合ってるのか。聞いたことがあります。とある宗教の中には信者の信仰心を試すためにお互いを殺し合わせる儀式があると。死ねばそれまで、生き残った者も外の世界には二度と戻れず、ますます信仰への依存度を高めていくという仕組みです。えぐいな。貴様らそこで何をしている？ようやくお気づきかい。何やってんだお前ら。同じものを目指してきた仲間だろ。仲間を助け合うもんだろうが。それを我々の崇高な修練、外界の者には理解できまい。皆の者、教団にあだなす悪魔が現れたぞ。神への冒涜、断じて許せぬ行為だ。神に近づく修練だ。奴らを浄化せよ。悪いが俺たちは急いでるんだ。どいてもらうぜ。 You already know what time it is。 仕事の時間ですね。ついてこれますかね。
任せといて。終わらせる。ぶちかます。ガツンと行くぜ。私も。ついてこれますかね。そいつか。全力で行くよ。やっちまうか。やっ、うれ、ガンガン行くぜ。援護します。さらにお役に立ちましょう。おい、てめえ。ここは敵の気配を感じませんね。よし、各自休憩だ。少し休んでから出発しようぜ。開けてみるか。開いたぜ。さっきの男の発言、ちょっと引っかかりますね。あの守護神ってやつか。ええ、こうもあっさりブライスの居場所を教えるとは。この辺りは敵の気配もなさそうだけど、それがかえって不気味よね。なんだ、地震か。火山の近くだからな、噴火でもしたか。おお、なあれ、また化け物かよ。どうなってんだこの島は。何を仕掛けてくるかわからねえ。用心しろよみんな。触手の動き、なんかやばくねえか。こっちを品定めしてるみてえな。ちょっと変なこと言わないでよ。全力で行くよ。
ますよ。いつでもどうぞ。やっ、プレゼントだ。気が乗らないな。覚悟。受けてみな。ガツッといくぜ。ついてこれますかね。かわせますかね。苦しむがいい。ミスったらごめんね。はあ、はっ、おりゃ。ぼやけろしてねえな。受けてみな。みんな死ぬなよ。これで。ありがとう。よく見えねえな。いつでもどうぞ。やりにくいぜ。視界がかすむ。やりづらいですね。かわせますかね。じゃあ気が乗らない。覚悟。くそ、見えにくいな。ガツンと行くぜ。とっておきだよ。よっと。ありがとう。ありがとうございます。すっきりした。その怪我、調子が出ません。やっ、ちょっとおとなしくしててください。ぶちかます。おれ。よし、戻った。行くか。やんのかい。ずりゃ。鍛錬の成果です。俺もまだ若い。
開けてみるか。やったぜ。すげえ下まで降りるんだな。耳がキーンって仕上がる。廃棄物処理を一手に引き受けるにはそれなりの深さが必要なのでしょう。お、着いたか。ネレシンの名において貴様たちを処刑する。ま、そんなに甘かんねえわな。構えろ、来るぞ。I'll turn you into fish bait! さっさと始めようぜ。攻めますよ。手貸せ。いつでもどうぞ。任せといて。ガンガン行くぜ。いいところに。行くか。ズガリア。いや、止め。ついてこれますかね。吸収が早い。あんま休んでもいられねえが、ここいらで休憩しようぜ。お、しっかり準備してから向かうぞ。体のキレがいいです。ここはこれ全部核廃棄物ってこと？そのようです。どうやら天然の地下洞窟をそのまま利用しているようですね。管理する気なんてさらさらなさそうだな。無造作に積み上げてるだけだ。錆びてんのもあるぞ。処理場とは名ばかりのただの廃棄場だ。ここはふざけんなよ。こんなのほっといたらこの島も周りの海もやべえじゃねえか。ごきげんよう、春日さん。ブライス、お久しぶりです。ですが残念ながら歓迎はできません。この島は選ばれし白のみが立ち入ることを許される神聖な場です。
それをあなた方は土足で怪我した。それについちゃ弁明の余地もねえ。あんたをとっちめた後に教団からはいくらでも罰を受けるけど、ここで行われることを見過ごすわけにはいかねえ。それこそ真っ当にパレカナを信じてる人たちのためにもな。部外者が我々の信仰を語るとは、それこそ傲慢と言うべきではありませんか。いいや、こればかりは口を挟ませてもらう。てめえは他人の信仰を利用して金と力をかすめ取ろうっつうクソ野郎だ。金と力だけじゃねえ、命もだ。プライス、てめえは高田の仇だ。あいつが白として満足して死んだんなら文句なんて言いやしねえけどよ、あいつの死に顔はそんなんじゃなかった。てめえはあいつの信仰心を利用して捨て駒にしやがったんだ。あいつには神さんもガキもいるんだぞ。それをてめえは。おお、ご友人に白がいらっしゃったのですね。それはそれは、しかしなんとも残念です。その高田さんという方は白に認められたというのに、まだ信仰が足りなかったようだ。ん？白ならばパレカナのために死ぬことは最高の誉れなのに、高田さんはそう感じておられなかったご様子。白の境地からは程遠い。パレカナ代表として嘆かわしい限りです。てめえ、トミ、分かってる。突っ走りゃしねえよ。アカネさんが命からがらハワイに逃げ延びて、やっと安心して眠れるようになったのはパレカナのおかげだったんだ。だから元々のパレカナには恩義を感じてる。施設の人たちには随分と世話にもなったしな。ああ、俺も炊き出しには何度も世話になった。だからこれからてめえの手からパレカナを取り戻す。本来のパレカナの姿にな。やれやれ、やっぱりあなた方は信仰というものが分かっていない。私が信者を利用していると言いますが、それが本来のパレカナと何が違うというのです。ネレシンなどという意もしない存在を信じて、信者にやれ功徳だの救済だのを説くことも、信者を騙していることに変わりはないのでは。いいじゃないですか。彼らは今もなおパレカナを勝手に信じて、勝手に救われて死んでいくんです。要は全て当人の問題なのです。それはある意味真理かもしれねえが、いよいよおめえをぶっ飛ばしたくなったぜ。まったく同感だ。それに俺は地元愛なんて持ち出しちゃいねえつもりだったがよ、こんなもん見ちまった以上なおさらてめえはほっとけねえ。ふん、つくづくわからねえ。なんでてめえみてえなのがパレカナのトップに立てたんだ。心外ですね。これでも私はかつての代表に後継者と目されていたんですよ。かれこれ70年ほど前にもなりますが。本当、何歳なのこいつ。当時のパレカナというのは、代表夫婦が慈善活動にそれはそれは熱心でしてね、歴代の中でも限りなく宗教色が薄い時代だったと言えるでしょう。しかし教団には
ハワイが合衆国に併合される以前から永遠と積み上げてきた富があった。これに目をつけない方がおかしい。マフィアとしてはね。やっぱりてめえの根っこはそっちだったか。そっちもこっちもそんなに違いはありません。一つの心情や掟のもとに形成される絶対的な上下関係。今の説明、宗教の説明かマフィアの説明か、春日さんは区別がつきますか？そういうのを詭弁つんだ。そうかもしれません。しかし実際のところ私のパレカナ侵入は実にスムーズに進んだ。勝手知ったるものでしたよ。そういう組織での身の振り方はよく心得ていましたからね。教団内で信用を積み上げ、次期代表と目されるまでに時間こそかかりましたが、ことは思惑通りに進みました。そこまでしたのは、そんなにパレカナの金が魅力的だったってのか？金はあくまでオプションです。私の狙いは最初から一つ、ここ聖地ネレ島の存在ですよ。太平洋のただ中にあり、外界から物理的に遮断された空間、さらにはパレカナという宗教団体が所有することで法的にも外部からの機密性が保たれている巨大な空間。この島は世界中探してもこれ以上ない理想的なブラックボックスなのです。あんた、それでこの島を核廃棄物の廃棄場に？それはこの島の活用法の序の口に過ぎません。この世界には世間の目から隠したいもの、遠ざけたいものがいくらでも存在します。それは国の中枢に近づけば近づくほど多く濃くなっていく。物であれ、人であれ、情報であれ、何であれです。それら世界中の厄介なゴミをこの島があれば引き受けられるのです。あんたはそのしのぎをエビナに教えてやったんだったな。よくご存知で、ビジネスパートナーとしてエビナさんにもそれなりの餌を与える必要がありますから。そうして世界各国の中枢と秘密を共有することで、私は彼らと分かちがたいつながりを手に入れる。要は弱みを握るってことだろうが、カッコつけた言い方しやがって。そうなった暁にはハワイ裏社会のオーナーなどという呼び名すらさまつだ。私は世界にあまねく影響力を持つ、それこそ神に近い存在になると思いませんか？古代妄想もここまで来ると大したもんだよ。と、まあネレ島の価値がこれでお分かりいただけましたか？ですが、このことをまるで理解していない愚か者がいましてね。はあ？私が教団に侵入した時の先代代表ですよ。教団内で地位を上げ、私の次期代表はほぼ確実という頃、慈善活動に熱心な彼がとんでもないことを言い出しましてね。あ？
ネレトを売却し、得た資金をボランティアに充てるというのです。なんという愚かな考えだ。しかも売却の話は順調に進んでしまった。私は穏便に代表の座を譲り受けるつもりだった。しかし島が売却されてしまっては元も子もない。だから少々手荒な手段で教団をいただくことにしたんです。あれは実に痛ましい出来事でした。ですがきっと彼らの魂はネレシンが救済してくれているでしょう。そうやって他人を見下して利用してるつもりだろうけどな。はめられてたのはお前だったんだろ。だから偽物の代表の証なんてつかまされた。 But dear, I did want to talk about Bryce. てめえのうさんくささなんてとっくに見抜かれてたんだ。だからこそ先代の代表さんは遺書を残した。てめえの代表就任を認めないって内容のな。上っ面だけのてめえにはお似合いのアクセサリーだ。そんでラニなんて小さい子一人の始末に躍起になってんだからよ。さっきてめえが神様になるとか言ってたが、はっ、ちんけな神様もいたもんだ。念には念をですよ。別に彼女を放っておいてもよかった。現に私がこうして全て包み隠さず話しても忠誠を誓う私の信者を大量に手に入れた。違うな。てめえは嘘がいつバレるか内心ハラハラだったんだろ。だからハワイ中のギャングを総動員するなんて大げさな真似をしたんだ。そしてそれが結果的にてめえを追い詰めた。ブライス、てめえはてめえ自身でボロを出したんだよ。そいつを引き出したのは何十年も前に真っ当にパレカナをやってた優しい人たちと、それにラニを必死で守ったアカネさんだ。話はここまでとしましょうか。これ以上あなたたちがこの神聖な場にいることはネレシンが許しません。はあ、これ以上は言葉の無駄です。ぶん殴って黙らせましょう。賛成だ。だな。ブライス！あなたたちにネレシンの罰と救済を。私の可愛い子供たちよ、今こそ聖戦の時です。相手してあげる。任せといて。
ぜ。かかってきな。終わらせる。おじけづきましたか。あなたの信仰を見せてください。ダンカイ、行きたい。いいところに。消えてもらいます。死ねよ俺が。何、来ない。好きなだけですよ。一緒にやる。ついてこれますかね。承知か。全力で行くよ。ぶちかます。異性だけで何でも解決できると思わないことです。相手してあげる。任せといて。参ります。あなたの信仰を見せてください。何、来ない。ガンガン行くぜ。私も。頼みましたよ。かかってきな。だけでは務まりません。尊い犠牲あっての信仰なのでね。ついてこれますかね。やっちまうか。神の子にネレン。全力で行くよ。手貸せ。うりゃ。どうかお導きを。茶番は終わりだ。役立たずどもめ、そのくだらん命を私のために使え。こちらですよ。覚悟。おりゃ。ほら、ぶちかま。行くぜみんな。おう、俺たちの絆見せてやるよ。出ろ。ですよ。攻める気だ。ズリア。カットイヤ。ここであなたが正しい。ついて
てこれますかね。何？仕留める。全力で行くよ。受けてみな。こっからが本番よ。攻めますよ。相手してあげる。かわせますかね。そこだ。いや、任せといて。覚悟。おりゃ。消えてもらいます。ジルフォー、ジルフォー、ジルフォー。ぶちかます。ガツンと行くぜ。調子が出てきたな。黙らせてやる。ついてこれますかね。何？仕留める。全力で行くよ。終わりだ。何もかも。すべて地の底に沈めてやる。ガンガン行くぜ。受けてみな。浅くなるよ。攻撃。手を打たねば。これですね。ありがとう。任せといて。お似合いよ。攻める気だ。ズリア。カットイン。ぶちかます。いつでもどうぞ。ガツンと行くぜ。まさかに。この忌々しいゴミどもめが。この生意気な小僧めが。かわせますかね。そこだ。次のデキじゃねえか。さらにお役に立ちましょう。終わりだぜブライス。この処理場なんてお世辞にも言えねえゴミ捨て場の実情を政権に公表させてもらう。その程度でこの計画が頓挫するとでも思っているのか。はあ？このビジネスは世界各国の核廃棄物を排出する国々との提携で成り立っている。ここでの不祥事はすなわち各国政府の失態だ。そんなことを連中が許すはずがないだろう。こう言えばわかるか。私には各国政府という強大なケツ持ちがいるということだ。
なんだよ、ここまで来て無駄骨だってのか。お会いに行く様だけど、そのケツ持ちの一つが裏切るみたいよ。え？ちいちゃん。はい、皆さんどうもこんにちは。あ、や、日本は今こんばんはかな。ゲリラ配信失礼します。タタラチャンネルです。ぜひゲリラやってるぞって周りに拡散してくださいね。見えてますか皆さん、このドラム缶の山。実は今私ハワイにいるんです。しかも今話題のブリーチジャパンによる核廃棄物処理プロジェクト、そのまさに処理場ど真ん中に来ているんです。聞こえなかったのか。ネットで拡散しようが、こちらのバッグにはそれを揉み消すだけの力がある。確かブリーチジャパンの海老名氏の話によると、廃棄処理は元ヤクザさんを雇用して厳重な安全管理のもと行われるって話でしたよね。でも皆さん、これ見てどう思います？ここほとんど天然の洞窟そのままで、地表からもそう深くないんですよ。そんなところに核のゴミを詰め込んだドラム缶がこんな野ざらしにされてるんです。しかもあそこにいるのはほら、皆さんニュース見ました？ハワイ側でプロジェクトを協力するボランティア団体、パレかな、あ、でしたっけ、あれの代表さんじゃないですか。ブライスさんですよね。あなたがここにいるってことが、ここがハワイの処理施設だってことの証拠だと思うんですけど、この状況どう説明するんですか？沈黙は金なり。よく心得てらっしゃる。では別の方からコメントいただきましょうか。何？もしもし、聞こえますか？はい、聞こえます。誰だ？よかった。ではお名前伺えますでしょうか？私、富士宮和成と申します。富士宮グループの会長を務めております。な、富士宮ってじいちゃんの？なんとなんと、富士宮グループの会長さん、日本経済界の超大物じゃないですか。わざわざご出演いただきありがとうございます。そんな富士宮さんにご出演いただいたのは他でもありません。ブリーチジャパンの核処理プロジェクトに富士宮グループも参加しているからなんです。そうですよね？はい、当グループ傘下の富士宮海運はこのプロジェクトにおける廃棄物の海運部分を担っています。なるほど。では富士宮さん、今ご覧になっているこの光景についてはどのようにお考えですか？信じがたいというのが率直な感想ですが、事実であれば関係各所へしかるべき対応を行います。本件の重要な関係者として富士宮さんご自身の責任も問われるかと思いますか？おい、ちいちゃん。それは当然のことです。私自身もしかるべき処分を受けるつもりです。その言葉に嘘はありませんか？無論です。ありがとうございます。ブライスさん、富士宮グループ会長さんはこうおっしゃってますよ。これだけの大物がこう明言されてはうやむやにするのは難しいと思いますよ。千歳のやつ、なんつうやり方でブライスを追い込みやがった。自爆みてえなもんじゃねえか。私も
少しは役に立たなきゃね。日本を立つ前の夜、実家に帰ったの。そこで全部これまでのことを打ち明けて、こんなことに加担してまでお金儲けしたいのかって大喧嘩。そんで今に至るってわけ。ちーちゃん、そんな顔しないでよ。もう一つやらなきゃいけないことが残ってるんだから。は？うん、映ってるね。おい、ちーちゃん。今日のゲリラ配信ではもう一つ大事なことをお伝えしたいと思います。それはこのチャンネルの行ってきた罪についてです。タタラチャンネルは、私富士宮千歳は数年前から市場の方々を対象に事実とは異なる映像をでっち上げ、意図的な印象操作を行ってきました。私自身が素性を暴露されることを脅されてのことですが、それによってやったことが正当化されるとは思いません。この場をお借りして、皆さんと多大なご迷惑をおかけした方々にお詫びいたします。本当に申し訳ありませんでした。ありがとうね、一番があの時家出しようって言ってくれたから、逃げてもいいんだって言ってくれたから、私は自分の人生と向き合う覚悟ができた。私はもう逃げない。家のことからも自分のことからも。すげえな、ちーちゃんは。でしょ。ブライス、これでてめえも終わりだ。今さらジタバタすんじゃねえぞ。バカが。あ？バカがと言ったんだ。貴様らはこれでいいことをしたつもりか。逆だ。この計画は世界中から求められていたことなのだ。もちろん日本からもだ。核のゴミという厄介者を世界中から引き取り葬り去る。この偏僻な島一つを犠牲にしてな。誰もが心の奥では願っていたことを私が叶えてやったのだ。必要悪としてな。勝手抜かすな、この野郎。計画が頓挫して行き詰まるのは私じゃない。原発の恩恵に預かっておきながらそのリスクは背負わない身勝手なお前ら全てだ。これから先、私という必要悪がいなくなった世界で、お前たちがこの現実とどう向き合うのか見ものだよ。心配すんな、ブライス。人間はそんなヤワじゃねえ。どんなしんどい状況でもその中でなんとかやってくもんさ。どうだかな。私は空の上から、いや、この地の底から見物させてもらおう。あっ！一番！てめえに叱るじゃん！困るんだよ！何のつもりだ？この汚れた地の底に沈まれたら、簡単に死体を引き上げることすらできねえ！
全て引き上げるまで死んだお前に睨まれてたら気分悪いだろうが。きっと俺はな、約束しちまったんだよ。死んでちゃんちゃんなんてな認めねえ。てめえみてえなクズをかっこよく死なせるわけにはいかねえんだよ、カンのボケが。一番、一番終わりだ、ブライス・フェアチャイルド。千歳のおかげでもうお前に逃げ場はねえ。俺がきっちり警察に突き出してやるよ。俺たちの仕事は終わったな、カズガ。いや、まだ終わりじゃねえ。